えー、アパートの2階に住んでるガテン系親父がうるさいです。大家さんに苦情を入れたら、<laughs> 翌日、自家で怒鳴り込まれました。なんとか懲らしめたいです。二人のいいアイディアがあったら教えてほしいです。僕だったら、あの、通報して、別の部屋番号の名前として都合しますね。隣の部屋が佐藤さんだったら、<laughs> あすいません、佐藤って言うんですけど、上の人がうるさくて、みたいな。そしてこう、佐藤さん怒鳴られるみたいな。2>, <laughs> 2階に住んでるガテン系 <laughs>。 どういううるささなんですかね、それ。まあ、ドタバタ歩くとか、そういう感じですかね。ああ、私、前に、の横の人がめちゃくちゃうるさくて、はいはい、壁を通じて抗議したことはあります、なんか、ゴンゴンゴンみたいにやって。それで収まるんですか収まりました、それで。悪気はなくて、たまたまうるさがかったんですね。悪気ない可能性あるんで、一回棒みたいなのでやってみたらいけるかも。えー でもなんかちょっと頭のおかしい人とかだとなんかそれで逆上してきちゃったりして顔合わせたら面倒なことになるとかっていう可能性もあるじゃないですか確かにでも一旦顔合わせたくないんで壁を通じて隣どんな人とかは分かってる状態でやったんですか <laughs> 一応分かってました見たことはありました、うん、じゃあきっと大丈夫だろうみたいなでも分かんないですけどね、うん、多分大丈夫だろうと思いましたけど